あれ、また、私の 3D モデルが遊ばれている。でも、なんだかフラットな絵だな。トゥーンキッド4サイクルズというアドオンを使って、漫画やアニメのような、フラットな絵にしてみたよ。こういう、線だけの表現もできるし、逆に線をなくした表現もできるよ。なんだか面白そうなアドオンだね。ちなみに、これは、有料で配布されているアドオンなの？そう、お値段は、撮影時の段階で、$49.90だったよ。シェーダー系のアドオンでは、高価な部類だね。前は、もっと安かった気がする。値上げしたのかな？フラットな表現自体は、アドオンを使わなくても、標準のシェーダーでもできるよ。でも、このアドオンを使うと、より簡単に、多彩な表現ができるのがポイントかな。なるほど。使い方はどんな感じ？それでは、いつも通り、この豆腐くんを実験台にして、簡単な使い方を紹介してしんぜよう。今日も難儀な豆腐ちゃん。インストール方法は、今回は省略します。はい。まずは、レンダリングエンジンをサイクルズに変更するよ。EB はダメなの？そう。トゥーンキット4サイクルズは、その名の通り、サイクルス用のアドオンなのさ。GPU も来たよ。ここが、このアドオンの大きな欠点だね。トゥーンキット4EB が望まれる。あと、サイクルズのオープン、シェーディング、ランゲージという項目が、必ず有効化されているかチェックすること。これが無効化されていると、トゥーンキットが使えないので注意。プレビューモードは、レンダープレビューにしておこう。OK。次に、シェーダー、エディターを開く。今回は、下のエリアを上に引っ張り出して、シェーダー、エディターに変更したよ。正常にトゥーンキットがインストールされていれば、アドの中に、トゥーンキットの項目が追加されている。この中の、Easy トゥーンというノードを選択し、追加する。最初からある、プリンシプルド、BSDF は、使わないので、X キーで削除しちゃおう。さらば、プリンシプルド、BSDF。Easy トゥーンのアウトプットを、マテリアル、アウトプットの、サーフェスにつなぐ。なんだか真っ黒気だ。影の色指定が真っ黒だからね。Easy トゥーンの中の、シャドウを、もう少し明るいグレーにしてみよう。あ、アニメっぽい感じになった。でも、やっぱりサイクルズだと、スピードが気になるな。そういう時は、レンダリングのサンプル数を下げておくといいよ。トゥーンキットの表面は、高いサンプル数を必要としない。レンダリング時のサンプル数は、32程度でいいらしい。プレビューはもっと少なくて良さそう。なるほど。これで、スピードはかなり改善される。球体も試してみたのだけれど、影がカクカクしちゃうんだよね。これってどうにかならないかな。まず試してみるべきは、スムースシェード。オブジェクトを選択して、右クリックすると、シェード、スムーズという項目があるので、これを選ぶだけ。影が滑らかに表現されて、カクつきがいくらか改善されるよ。本当だ。だいぶマシになった。アウトラインが、カクカクなのも、どうにかならないかな。サブディビジョンモディファイアーを追加して、分割数を上げるのがお手軽かな。だいぶ滑らかになった。今回使った表現は、最もシンプルな表現。トゥーンキットには、Easy トゥーン以外にも、たくさんノードが収録されていて、より多彩な表現が可能。表現の幅は、かなり広いみたい。各ノードの詳しい使い方は、公式ウェブサイトのドキュメントページがあるので、ここをチェックするといいよ。トゥーンキットを購入した人は、この公式の解説ページを必ずチェックすることをおすすめするよ。トゥーンキットの導入を検討している人も、自分がやりたい表現ができるか、事前にチェックしてみるといいかも。あれ？動画まで用意されている。すごい。これだけ充実した解説ページは、なかなかないな。ありがたや。ってなわけで、今回は、簡単に漫画やアニメのような表現を可能にする、トゥーンキット4サイクルズの紹介でした。またね。よければ、他の動画も見ていってね。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。